ようやく開けれるよ。かかったね。よいしょ。したら早速開けましょう。これね、もうね、届いてから何日経ってんだ。2箱ね。まあ、5月ハッピーバースデー割引ということでね。20% の割引はね、やっぱ大きいっすよね。なんかとりあえずね、勢いで適当にね、買っちゃった感があって、まあ、あとはね、ちょっと実物見たいなと思って、買いましたけど、一足目、あというか、もう全然忘れてたわ。これ何？なんていう靴？エアマックス AP サミットホワイトラタン。ね、これね、23センチかな？ 23センチ、そう。これがね、全然リストックしなくて、23がなくて、まあ、あとあとね、ちょっと話しますけど、これね、妹の誕生日プレゼントで、購入しました。まあでも配色いいっすよね。すごい可愛い。うん。まあでもちょっと汚れが目立ちそうなキャンバスというか、うん、キャンバスだな。生地的には。これ多分もう今、もう多分これ今手に入らないかな。完売になってますね。で、金額の方が、はい、こんな感じで、今わかりません。20% 割引になってると思いますけど、でも安かったですね。1万切ってたんじゃないかな。うん。はいはいはい、なるほど。そう。今日のね、動画はちょっとサブチャン的なイメージでっていうか、サブチャンネル私持ってないので、作ればいいんでしょうけど、サブチャンを持つほどね、メインチャンネルが、大した、1万人とか言ってるわけじゃないんでね、そんなんでサブチャン持っててもというところで、サブチャン作ってないんですけど、なんか、ゆるい感じで。お！お！ちょっとテンション上がってきたぞ。なんかこんな感じで、2箱ね、ドンと入ってますけど、見てるかな？こんな感じで。あ、全部 20% 引きですからね。20% 引きのものを、まあ、購入したと。やっぱエアージョーダンってね、これは、ちょっと。テンション上がるよね。おお、ちょっと待って。かっけえぞ。ここあれなんだね。レザーじゃないんだ。スムースレザーだと思ってたけど、なんか、キャンバスでもなくて、プラスチック素材なんですね。へぇー。なんだっけ、ミッドソールも出て、ミッドソールとローのデザインというか作りが、交換したような感じってことですよね。だからこれミッド仕様。全然わからないけど。ミッドなの？でもなんかちょっとオフホワイトチックというか、この切りっぱなしとか、スーシュのところのなんかこういう刺繍というかね、オフホワイトっぽくないですか？ちょっと近くで見てみましょうか。いや、カラーリングはすごく大好き。これなんだっけ？ジョーダン1のインサイドアウトのローカット。ローカットですね。はい。インソールがね、またね、可愛いね。オレンジ色の、わかるかな？オレンジ色の。これ、シューレスグレーの方が可愛いかもしれないですね。で、ヒールに関しては、刺繍ね。わかりにくい刺繍だな。へぇー。可愛いじゃないですか。可愛いじゃないですか。もうラスト一足。全然ほんとノーカットでも、ショートバージョン、ショート。はい、なんでしょう。皆さん当ててください。お分かりでしょうか。じゃじゃんと。はい、じゃじゃんということで、
サンクローのですね、ブラックパンダ、27センチでございますね。ハーフサイズちょっと大きいんですよ。本当は 26.5 変えたんですけど、その妹のプレゼントのね、あのエアマックス AP が23センチ、妹のマイサイが、なくて、リストックでなんかこうサイズが復活してたりもしてたので、それ待とうっていうことで待ってたら、26.5 がね、売れ切れてしまって、まあ27。まあこれも 20% 引きですね。まあさっきのね、エアジョーダン1のインサイドアウトもね、価格こんな感じで乗っけてますけど、やっぱナイキさんのね、ハッピーバースデー割引はありがたいっすよね。ちょうどメンバーデイズの 15% 割引もあったんですけど、まあもちろん併用はできないので、20% 割引の方をね、適用させてもらって購入しましたけど、ちょっと近くでじゃあ。やっぱ近くで見るとね、実物見ると違うんですね。やっぱり。これね、スムースレザーでブラック、このアッパーの部分の、あ、ちょうど今わかりますね。ここがね、ちょっとツルツルしたスムースレザー。で、ここがシュリンク。なんですよ。マットなんですよ。いや、だからね、こう見るとやっぱかっこいいわな。かっこいいわ。やっぱ写真ではね、わかりにくいもの、こういったものって特にそうですけど、実物見て、手元にこう見て、あ、これ、よくねってね、再評価されるっていう、まあ一足ですよね。あ、これは買ってよかったな。これ何足か買ってもよかったかもしれない。ワンチャン。今在庫あんのかな？あ、でももう 20% 割引効かないんだ。一回ポッキーですもんね。確かね。今これも悩んでるんですよね。ナイキダンクローのこのペイズリーの見えるかな？あ、見えねえか。全然見えない。全然見えない。何この、何この逆に光り方、えぐ、なんか妖精かのような、すごい。あ、こんななんか撮影方法もあるんだね。結局ね、見えない。いや、まあね、要はウィメンズのナイキダンクローのですね、ペイズリーの真っ白ですね。これコーヒー漬けしたらどうかなっていう思って買いたいなと思ったんですけど、カートには入れてますけど、まあこれはね、割引対象外ですよ。さあ、今週はね、あとスニーカーズ、これね、ウィメンズエアジョーダン1のデニム欲しいわ。これは欲しい。こいつは欲しい。いや、見えないんだ、これも。これはちょっとね、全速力で取りに行きたいと思います。はい。ワンチャン、スニーなんで、20足ぐらい買ってやろうかなと思っちゃってるぐらい、今、欲しいですね。お、ちょうど今見たら、ブリッジドコーラルのね、OG 仕様のジョーダン1ロー、スニーカーズ出ましたね。いつこれ。6月28日。28日って何曜日？火曜日？また平日に持ってくる。平日はきっちりよ。で、この動画はいつ、どういう風に流せばいいんだろう。まぁ、ちょっとこんな感じで、今日は、暗いな。はい、今日はですね、20% 割引出そうよ。せめて出そうよ。出しとこう。はい、ということで、ね、今回は 20% 割引で、合計ね、3足、まあ、全部ね、1万ぐらいかな、合計3万ぐらい、はい、なのかなと思いますけども、まあいい買い物をしたんではないかなと。またね、来年誕生日月に、何かね、スニーカーズじゃないや、ナイキの方で残ってれば
スニーカーズでもこれ適用なんですかね。まあいいや、わかんないや。うん。まあ買いたいなと。20% 割引ね。せっかく使えるものは使っといた方がいいかなと思うので。はい。ということで、本日の動画は、本日の動画はというか、はい、終わりたいと思います。